皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスのプレイングサッカーの、はい、サッカー日本代表対、ベルギー代表ですね、因縁の相手です。デフォーメーションね、これにしました。特徴はですね、長友佑都のウィングバック配置と、はい、右はね、原口元気を、ウィンガーにして、乾とコンビを組ませる感じでね、これやるんですが、主にね、まず右を見て、で、ウィングバックね、長友非常に、スタミナあって、スプリント回数多いんで、ここに配置するとね、場合によっては上がったり、時によっては下がったりとね、非常にポジションの幅が広いですね。そこで長友にね、まあ、そこは長友の判断に任せて、いろんなね、位置を取ってもらって、でね、長友は低い位置を取ってるときは右から攻める。で、高い位置を取るときはね、本当にこの辺でアウトラインギリギリでフリーになるので、長友を使うっていうね、そういう左側の、攻撃の可変性を取り入れて、右のね、硬直を左で崩すみたいな、そういうね、イメージの戦略でいきたいと思います。で、相手ベルギー代表ですね。ベルギーは、ベルギー側の左サイドですね。こっち側で見るところの右サイドに、アザールとカラスコというね、ストロングポイントがありますね。右よりも左の方が強力でスピードがありますね。よって、こっちをね、原口と井出口吉田で、がっちりと守るっていうね。そういう、まあこれ別に逆でもいいのか。はい。長友ね、ディフェンスに働くと思うんで、これ左右逆でもいいかもしれません。まあそんな感じで、ね、また定番のね、本田井出口の、守備的なコンビネーションとで中島ね、長友のサイドでトップ下にします。ここね、長友が低い位置取ってるときはこの辺にスペースができる可能性があるので、中島がドリブルして入り込む余地があるかもしれないということで、こんな感じでね、組んでみました。はい。でまたね、センターフォワード大迫で、ちょっとね、左に寄せて、もしかしたら真ん中で、大迫センターフォワード、シャローストライカー、イーネの方がいいかもしれないです。まあ、ちょっとね、動き見て変えたいと思います。で、今ね、長友の動きを、ここで注目、はい、今長友、上がってくれますね。はい、こうなると完全に崩せてますね。わはい、コンパニーにしてやられました。はい、今みたいなね、長友、上がってくれれば、簡単に崩せるはず。えい。いや、ちょっと待って。一回落ち着かないと。やばい、中央いない。頼む。はい。まあね。いやー、1点ですね。はい、ほぼ1点の形作られちゃいました。アザールのサイド要注意ですね。いや、気を抜くとすぐこんなことになるな。はい、ここちょっと一回、組み立てに。いやー、ひどい。はい、長友頼む。はい、ありがとう、長友。長友がね、救世主となって。いや、強いな、でも。はい。うわー。はい、ベルギーのね、積極的な、プレーに日本が押されてます。はい、長友フリーですね。はい、これね、もう非常に長友のサイドで。いや。はい、ムニエ殺しをやりたいですけど。ムニエはね、身長190センチ以上ある。PSG の圧倒的なサイドバックですね。うん。頼む。いや。えい。はい。ここは原口がいます。さあ、はい、原口のね、ドリブルでなんとかコンパニーもかわしてシュートまで行きました。キーパーね、クルトワなんで、しっかり崩しきらないとボール入んないかもしれません。やばいな。はい、ただね、ルカクがそこまでじゃないので、ルカク孤立の形にね、比較的簡単に追っていけると思います。そうすれば、攻撃はそんなに怖くないかなっていう感じの。ですが、長友がやられてるな、ちょっと。はい、やっぱり簡単ではない相手ですね。はい、前半 0-0 ですね。攻守一体の、違う、攻守入れ替わりの激しい。待って。大丈夫かこれ。やばい。あ、1点だ。はい。1点の形です。どんどんね、センターバック、うわー、ほとんど、すごいな、今の。はい。なんとかね。まあ、内容的にちょっと負けてますね、これ。ただ、無失点に抑えてるので、このままね、勝利を目指したいなと思いますが、大丈夫かな？これ大丈夫か？はい。ルカクの動き出しが悪いですね。はい。今ね、センターバックがサイドに釣り出されたので、そこにね、ルカクが走り込めば、
1点の形でしたね。はい。はい。ここでイーニーボール持ちます。いやー、ここですね。強いですね。で、コンパニーにね、こうやってガンガンやられちゃうんですね。はい。ホンダがボール持って。はい。中島から大迫と、大迫シュート。ちょっとね、遠かったですね。はい。井出口がボールカットしました。で、原口を使って。うわー。パスミス。やばい、ベルギー攻略なんない、これじゃ。頼む。あ、吉田行っちゃった。吉田行かないで。はい、コンパニーが上がってますね。これはダメですね。あー、今ね、ボール奪えれば中央空いてる形なんで。はい、ルカクが孤立してると。そうですね。はい。長友がここにいますね。はい、長友のシュート。うわすごい。はい、ありがとうございます。長友非常にスタミナあるんで、後半でね、相手との走力の差が出て、今みたいな、走るだけで、ドリブルでね、崩しちゃう形、よくありますね。うわー、しかもこれ1点の形やん。いや、危ない。はい、なんとか、繋いで、はい、イーニーがね、ボール持って、サイドね、だいぶ余ってますね。これ、ここ使うか、どうせなら。はい、コンパニーが1人で2つのポジションをやりました、今。あ、よかった。はい。なんとか。もうかなり苦しかった。次、ドイツ代表。はい。ですね。一応今の総評としては、まあ、長友は割と効いてましたね。ただ、ボール持った後、こっちの操作が悪いのもあって、効果的なね、崩しを作れなかったっていうのがちょっとありますね。やっぱりこっちか。ちょっとこれにします。はい。センターフォワード大迫で、イヌイと。ベルギー戦ね、ちょっと大迫にパス放り込んで、まあ、イヌイも持ったりしたんですけど、そこからね、攻撃の展開が、いまいち見えなかったので、このね、話していた二人を近づけて、関連性をね、より容易にして、大迫にポストを入れれば、すぐにワンタッチでね、ワンタッチやフリックで犬に出せるような関係性にして、なんとか、はい、ドイツに勝ちたいと思います。ドイツね、センターバック、ボアテングとフンメルスで非常に強力なコンビですね。アンカーにはケディラが守備的に入ると、ただクロスのサイドがちょっと、守備という面では狙いどころですね。はい、クロスどこだろう。クロスね、非常にパス成功率 100% をね、叩き出すような圧倒的なパス能力を持った、中盤ですが、ディフェンスね、そこまで熱心じゃないタイプですね。パスの緻密性に対するこだわりが強いんだと思いますが、はい、乾のシュートですね。非常にいい形ですね。ベルギーより明らかにやりやすくなってるのはなぜかな。はい。多分ね、フォーメーションが変えたおかげだと思うんですけど、違うかな。はい。明らかにね、ボールがつながるようになりましたね。いやー、ここで取られちゃダメだ。はい。ちょっと1回あげます。はい。中島のクロスに、惜しい。はい。イニング奪って、あ、エジル、やばい。はい。いやー、ちょっとね、シュート一回打ちたいですね。監督らっちゃうな、これ。はい、ただね、ドイツ、スピードがそこまでじゃないので、ウィンガーのスピードですね。ミュラー、明らかにね、ストライカータイプなので、強いな、ここ。はい、フンメルスのところが脅威ですね。頼む。はい、大迫今ね、空いてました。フンメルスが飛び出して、スペースできてましたね。一瞬の隙を逃さなかったですね、大迫は。うん。はい、ボールを奪ったら、カウンター狙いでいきたいと思います。はい。原口がね、ドリブルできるんで、クロスも振り切って、押し込んだ形をね、作りますね、一回。やばい。ああひどい。足元で取られた。シュート。ノイアね、非常に、能力の高い世界一のキーパーなので、下手なことすると今みたいな事故が起きます。はい、長友から、中央クロス。乾のシュートですね。正面いっちゃいましたね。ただね、もう完全に崩せてるんで、ベルギー戦とは全然違いますね、手応えが。やっぱりね、大迫と乾の関係性が悪かったと思いますね。はい、これもう中央で乾がね、フリーになってくれてるんで。はい、でもすぐ大迫が見える形なんでね。はい、今のも入ってもおかしくないです。
ちょっと遠いですけどね。はい、大迫がボール奪って、原口に出すので、中央空いてるんで、はい、今のもね、ここに大きなスペースがありましたね。はい、吉田がディフェンスと。で、長友一回経由してね。あ、今ね、ウィングバック、中盤の位置にいましたが、ああいう時はね、組み立てとしてボール渡したいですね。はい。いや、ちょっと待って。やばいよ、これは。やばい。はい、なんとか。長友がここにいますが、届かずと。やっぱりね、柴崎の、フィードじゃないとなかなか、長友までいかないかな。はい、長友が組み立てて、大迫に当ててサイル使いますね。これね、流れるようなパスで。はい。ただノイアー。はい。今完全に1点ですけどね。ノイアーが、脅威だな。はい。中島ですか。あ、間違えた。はい。ここがね、ちょっと空いてるんですね。あ、惜しい。得点、まだ 1-0 か。はい、まあ内容的にはね、ベルギー戦とは明らかに違いますが、はい。長友から、軽く落として、いや。もう入るでしょ、これは。はい。遠藤航がカットして、原口元気のシュートですけど、入らず。うん、強いですね、やっぱり。はい、大阪足元。いや。はい、やっぱりね、ボアティング、ノイア、フンメルスの、前の三角地帯が強力ですね。というわけで、1-0 です。ベルギーと同じスコア。もう、オランダ、行っちゃえ。はい、同じフォーメーション。オランダね、左にデパイがいますね。左右変えてみようかな。まあ、いっか。今のところディフェンスとしては、やっぱり右の方が機能してるような気がするけど、気のせいかな。長友ね、オーバーラップの、指令が入ってるんで、ディフェンスとしては不在のことが多いですね。だからあんまり期待してないですけど。はい。大阪のポストから崩しの形を作ります。が、力強いディフェンスに阻まれると。はい。長友使って、はい、ここ出して、ああ。うん。これどうしようかな。うわ、これ迷う。待って。はい。はい、ここ空いてますね。はい。ぽっかりね、空間が空きました。うん。わ、はい、原口の、はい、これがありますね、原口は。非常に、ディフェンス能力高いですね。はい、中島、わ、うまい。今のすごい。はい、中島やっぱり違いますね、一人だけ。ボールタッチが。格段にいいですね。うん。うん。ここ空いてるね。わ、それはダメ。はい、長友使います。で、落とします。はい、中島からかわしてシュートと。うわー。中島ありがとう。はい、中島すごいですね、やっぱり。ネイマールのような。いや、これデパイ怖いですね、ここ。はい、なんとかね、カットして、はい、原口がボール持ちました。中島はね、良さがかなり出ましたね、今。はい、中島使いますか。いや、ちょっとね、体当たるとやっぱりダメですね。まあ当然ですけど、まあ、こっちの操作でね、体を当てないような展開にしないといけないですね。うん。はい、ここ空いてます。大阪足元で1点ですね。はい、大阪ね、後ろから来たボール非常に得意なんで、ちょっとスペースがあれば簡単に得点に至ると。うわ、長友ボール、はい。3-0 です。内容的には、まあ、ドイツ戦と変わらないです。ベルギー戦がやっぱり非常に苦しかったですね。多分、大迫乾のね、あの配置が悪かったです。はい、ボール奪って、大阪落としから乾と。いや、はい、乾のシュートまで来ましたね、今。もう一段ね、攻撃があるといいんですが。
まあ、なかなか難しいですね、そこは。あ、待って。はい、ホンダのディフェンス。ありがとう。はい。あ。はい、遠藤航のディフェンス。中島のディフェンス。中島頼む。あ、ダメだ。はい、遠藤航がボールをカットしました。で、井出口がね、ちょっと持ってくれて、原口に渡しますね。はい、大阪は足元です。が、ちょっとね、硬すぎますね。中央3人いるんで。おぉ、打っちゃった。うん。長友がね、かなり上がってるんで、あ、いきなり下がっちゃった。ちょっとね、ウィングバック動き不安定ですね、やっぱり。そこが難しいところだけど。はい、使いますね。で、大阪足元、足元というか、裏ですね。わずかなスペースで、1点ですね。体を入れる動きもね、本当に一流ですね。大阪は、90分間オフサボールの動きを繰り返せるので、ディフェンダーとのね、駆け引きにも非常に優れてますね。まあ、そりゃそうですよねっていう感じですが、代表クラスのね、フォワードで、それが苦手な選手っていうのはいないでしょうね、きっと。はい。はい、ここでね、ボール奪えたんで、原口のドリブルに任せますね、あとは。あー、ちょっと遠かったな、今。はい、キーパーがね、飛び出すの早かったんで、失敗しちゃいましたね。はい、長友のシュートです。うん。どうしようかな。えい。わー、シュートしちゃった。操作ミスです。はい、これが怖いですが、はい。デパイね、ボール持ったとき、前向かせないディフェンスできれば、オランダのね、脅威はだいぶ、で、この代表、オランダ代表はロッペンがいないんで、はい、4-0 です。これぐらいにしとくか。はい。次、ブラジルとアルゼンチン戦の2試合でね、ワールドカップ優勝と。いうことでね、これ、最初こっちでしたけど、こっちの方が明らかに良かったですね。はい。こっちの時は本当にポストくさび入れても、次の展開がね、中島消されちゃってる時とかなかったんで、これならね、必ず、大阪に思いっきり強いね、くさびを入れれば、乾か中島どっちかがね反応してくれるんで、はい、攻撃が展開されましたね。日本代表ね、速攻までスピードのあるドリブラーがいないので、やっぱりね、攻撃の起点がというかボールをね前に押し込もうと思ったら大阪のポストにポストを狙うという選択にならざるを得ないんですね。はい、中島ドリブルできますが、それもねかなり苦しい展開を導くことが多いのでね、やっぱりこっちの方がいいでしょうね。というわけでね、今回は、まあ、ベルギー攻略と称しながら、ベルギー代表ね、やはり強かったですね。なかなか、まあ、フォーメーションのちょっと悪さがありました。これね、非常にいいフォーメーションだと思いますね。やっぱりウィングバックを設定して、左右の、ね、バランスをあえて崩すことによって、攻撃の幅が広がるっていうのはね、日本代表の、選択肢としてはありじゃないでしょうかね。シャッフルモードでね、この辺の、なんていうんですか、このゲームのね、特徴は掴んでるんで、あと、シャドウストライカーの有用性ですね。これも、まあ、前ならね、必ずこう組んでましたが、今はね、二人をあえて近づけるってね、その選択肢、ありだと思います。あとね、こんな形とかも試してみたいですね。ウィングが、ここが本当にどこまで有効なのかとかね、まだ試すこといっぱいありますね。というわけで、まあ、今回はね、日本代表の新たなフォーメーション、この形、ということで、また次回ね、やっていきたいと思います。それでは失礼します。